こぼれてますよ。大津くん、何ぼんやりしてるの。もうちょっと愛想よくできない。今のスタジオにお前が本当にやりたいことってあんのか。カモン、レッドバスターズ。もしかしたら必然かも、ヒローズと出会った。だって始まるんでしょ、ユウスケ君の第2期が。ここからあんた臆病に支配されてるよ。仕事なかったらいつでもおいで、歓迎するよ。俺、前に進みたいんです。ライブ撮れるようになりたいんです。逃げたんだろ、失敗ビビって自分買いしまったんだろ。お前の写真なんか1ミリも価値ねえよ。いつかどこかで見れるの楽しみにしてるから、写真。待ってゆかりさん。